でさあのさあ田中さんでうちのマネージャーが運転する車に乗ってて、うん、ふと横を見たら同じく信号で止まってる、うん、バイクに乗った美しい男女がいたわけ。随分んこんなモデルみたいな2人がいるかね、うん、と思ってでみんな誰も見てなくて、うん、こう窓を開けて「うん、ヘルー!」とか言ってみるか田中さん <laughs> っていうくらいに <laughs> なんかもう本当に決まってたの。んがちょっと思い出したのが自分のお姉ちゃん <と>うん、旦那さんがバイク乗ってたと義理の兄とその人はすごい美少,美少年っていうかうん、うん、綺麗な男の人なの、ねうん、だからあのバイクに乗ってたら車の窓がやっぱり、うん、の私のあれみたいに開いてそっから鶴瓶さんが顔を出して「美男美女のカップルやな」って言われたんだ <laughs> すげえびっくりした。<laughs> <laughs> 鶴瓶さんでもそういうとこあるよね。すごい人ですね。すごいよ。なかなかできないよね。自分だから冗談ではそういうこと言えるけどさ。うん、なかなかこうあの一般の方に声をかけるなんてね。うん、ちょっとできないことだと思いますけどね。うん、この間だ鶴瓶さんにお会いしたんですけど、あ,あの a スタジオっていう？あ,あ,るね、あれって本当鶴瓶さんはすごいと思うんですけど、あれってあのスタジオにゲストの方がいらっしゃっててで、その人に関して鶴瓶さん、色々こう調べ下調べしたことを、うん、で。 トークをするんですよねで実際に鶴瓶さんがその,、はい、そのゲストに親しい人のところに会いに行って全然その,そのシーンはないんですよカメラ回ってないから、うん、ただ取材をするんですよ。うん、で僕の時は山本浩二さんが、うん、浩二君がゲストでで僕は浩二君について語るんですけど鶴瓶さんがわざわざ僕のところに来て取材していくんですよ。へすすごーいすごいいででしょタレント自らがが <laughs>、うん、も確かにその方が スタッフが調べてきたものを見てトークするよりは全然やっぱトークの内容の深みが違うじゃないですかそうだねだからとてもいいトーク番組になってると僕は思うんですけどそれも考えたんは鶴瓶さんだし鶴瓶さんすごいなと思うんですけどすごいねでもそのお見合いになってで僕はパルコ劇場で文楽をやってた時だったんで始まる前の30分ぐらい。 あのー、そこなら時間取る。別に、まあうん、さんお見合いになって話し始めるんですけど、うん、山本浩二さんの話を僕はしようと思ってるのに、うんうん、もう雑談なんてずっと、二 <laughs> 十分ぐらいずっとなんか雑談おっぱいの話を。それなんかカメラ回ってないんでしょ。カメラないんですよ。はあ<ー>、うん。あのー、僕は貧乳が好きなんですわ。あー言ってたよ昔。<laughs> みたいなさんはどないですかみたいな。<ー> <laughs> 一応聞かれるから答えるんですけど、うん、もうどんどん時間たっていくし、うん、えこれ大丈夫なのかなと思って途中から山本浩二さんの話になってじゃあ10分は聞けたとそうですねそんな仕事で大丈夫なんですか <laughs> 逆に言うとあんたいつもさ <laughs> 鶴瓶さん今脅しめてるわけじゃないですかあの賛美してる時 1>, 1時間の番組を10分だけ下調べしたて、うん、10分とかないなもう20分ぐらい <laughs> 持っちゃった なんかさ、マツコ・デラックスさんが将来何になりたいかって言ったら私かあ清水美智子か、うん、えと高田純次みたいになりたいっておっしゃったのって私見てないんだけどね、うん、そしたら松本人志さんが、うん、俺は、えー、と鶴瓶さんみたいになりたいって言ったんだって、えー、もう分かんないあのその人づてにしか聞いてないから分かんないけど高田純次さんと清水さんっていうのは何かわかる気がしますね,ねえなんか、うん、そのスタンスでしょ芸能界にいる。うんうん フラフラとして、ね、<laughs> 本当は違うんですけどねあの僕は清水さんを存じ上げてるのでうんうん本当は違うこともしわかるんですけど全然違いますよ <laughs> いやほとんど一緒ですけど全然違うな全然私無責任じゃないから言ったけど <laughs> <laughs> でもあの周りがそういうふうに思うのはわかるんです鶴瓶さんはどういうことなのかな鶴瓶さんはどういう感じなんだろうねやっぱりでも 自分が好きなことを好きなようにやってるって感じはするよね、うん、鶴瓶さん所さんってなんか、うん、あのモノマネじゃなく、うん、司会のやり方もそうだけどさ、うん、司会のモノマネをしてこんな感じで進めてくっていうんじゃなくて、うん、自分のさ濃厚なこの、うん、なんかね、うん、味があってそれを大事にしながら、うん、なんかほら NHK のあれもそうじゃん、うん、だからいつも変わらないし、うん、変わらない 何か,かミスを犯してもそれをそれすら面白くしてから、うん、だから結果的にノーミスなんですよねああそうだねどんなことも、うん、それはやっぱり本当はさなんかそのね下半身事件とかいろいろあるけどそれもさなんか <laughs> 本当に誰もそんなに言っちゃなんだけど怒らないっていうかね。うんうん 冬快、ね、だって感じしないもんねあれならしょうがないっていうかね <laughs> ダメージん <laughs> そんなふうには思ってないですけどでもそ,あのその時、まあ、やっぱ雑談の中で,、うん、で僕があんまりこう普段人と会わないってあんまりそういうとこ好きじゃないって言ったら、うん、あのなんか驚かれてて「うん、そうなんですか」もっとなんかみんなとこう触れ合ったりとか飲みに行ったりとかいろいろしてるんだと思ってた」っておっしゃるんですよ。うん いや僕もあのそのダメでできるだけ家に家で一人でいたいぐらいですって話をしてたらうん、うん、鶴瓶さんはすごくそれをびっくりしてて、うん、いやもっと人に会わなきゃダメじゃないかみたいな <laughs> で鶴瓶さんはまず人に会うのが大好きだしそうだね、うん、そういうところからいろいろ吸収していく確かにそうだ,本当,にだ本当に幸せそうだもんねだから逆に僕みたいな内向だけびっくりされてました、ね、へそこにタモリさんがいたらどういう感じなんだろうねタモリさんも どっちかっいうと三谷さんよりかあんまり、ね、ウェルカムではないわな、うん、まあ繊細な人だったら、まあ、大体そんな感じだけど鶴瓶さんはそういうふうにしてたのかな自分で繊細なとか、うんまあ、もちろんあるけどもちろんやっぱ繊細じゃないとね、うん、ああいう仕事はできないと思うけどそうだ、ね、僕もう20年以上前に、うん、もっと前か三十年2 5五6年前に鶴瓶さんの番組の構成作家をやっていて、うん、でその時は。 あの、まだ、鶴瓶さん、頭、頭が、あの、うん、もじゃもじゃの頃ですよ。うん、ロペサスペンダーにそうそうそう。うん、それで、あの、東京で進出されてきた頃で。で、毎回、収録が終わったら、スタッフ全員をホテルに集めて、反省会みたいの。うん、鶴瓶さんがあの、ベッドの上に座って、うん、で、みんな、あの。床に、いや、楽しくないんですよ。あれ、そうなの床にみんなせ、せ正座して、二十人ぐらい。ごめん、わざと。 やってんのかと思ったいやもうだから僕のその時の鶴瓶さんのイメージはもうピリピリすごいもう怖いえーその時はね関西芸人さんってイメージそれ行った行ってないですね言えばいいじゃんすっごいびっくりするんじゃないそれそかななんでこういうことラジオで言うかねじゃん。本音に言えないんですよ逆だって私たちを私は行ったことないんだけどなんちゃんと野沢さんがハワイのね鶴瓶さんの プール付きの大きい別荘に、いや、別荘好きだな、うん、私たち。人の別荘好きですよね。本当だね、人の別荘が一番好き。行 <laughs> って、もう本当に感動したって言ってたね。うん。